どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って、今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。4月切りが終了して、S q 値は29,909円ということで、まあ私、ちょっと上はですね、29,750円ぐらいかなと思っていたので、想定よりも一段上の攻防ということになったと思います。で、今回からは5月切りの手口考察ということで、また新しい手口表でスタートをしています。 で、その5月切りのスタートに合わせて、週末の米国のチャート見ながら、まあ今日金曜日ちょっと更新できなくて土曜日この動画撮ってますから、週末の米国をしっかり見ながら、5月切りいいスタートが切れるように検討してますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速4月12日、日経225オプション考察始めていきましょう。はい、それでは本日のメニューです。 今日もチャートは一目均衡表の方をチェックしています。それからオプション手口、先物手口、今日の着眼点という形で進めていきます。はい、こちらのチャンネルでは毎日チャートとオプション手口をもとに相場考察をしていくこの動画と、それから週末更新を中心にオプションの基礎を、まあ、順番に学んでいくような講座形式の動画、この2つのシリーズで更新していきます。ですので興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。 はい。それでは4月の9日の相場外況ですけれどもえ、まず金曜日ですね、S q というところで、まあ、非常に高く始まって、その後ですね、一気に、まあ、S q 値が29,909円ということが速報値で伝わったあたりから、まあ、一気に上値を伸ばして3万円を超えたというところまで行ったんですけれども、まあ、結局後はですね、押し返されて29,768円、プラス59円、プラス0.20%というところで、S q 値を下回る形 で引けていますでトピックスは1959.47プラス7.61プラス0.39%ということになっています。でマザーズの方はしっかりと上昇して1 2 4 4 3 9 プラス20ちょうどというところでプラス1.63%ということになっています。売買代金、まあ、S q だったということを考えればそんなに多くないのかなというところで2兆7555億円。マザーズは相変わらずという形で1468億円と、まあ、なかなか1500円すら抜けてこない状況になっているというところですね。 それからビックスと VI ですけれども、ビックスはさらに下げて16.69。前日が17スレスレだったので、さらに0.4近く下げてるということになります。それから日経平均 VI が17.05-0.36というところでの動画で、まあビックスがずっと下げてきているよと。で、そこからまあどういうふうな、どういうふうに動くと、 ま、株価の急落を心配しないといけないのかという解説をしてますので、まだご覧になってない方はぜひ見ていただければと思います。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、それではここからは冷やしのチャートを見ていきたいと思いますけれども、まずこのずっと引いているですね、高値のロウソク足の実体の部分をこういだ線。見事に4月の9日の上値もこのじんわりと切り下がってくるこの上値抵抗ですね。 しっかりと抑えられているというところが、やっぱりここがちょっと気になりますよね。高値3万トンで64円まであったんですけれど、まさにここで跳ね返されてしまったということになっています。で、結局この黄色い五日移動平均線ですね、こちらが29,798円だったんですけれども、まあ、終わり値が29,768円ですからここも割り込んでしまったと。 で、5日移動平均線も下げに転じているというところで、まあ、この形だけ見ると非常に上根が重い5日移動平均線すら支守できないというところで、まあ、ちょっとこう見た目ほど強くはないというか、下の方を心配しないといけないような形に見えます。 ただ、25日移動平均線の上にいるということと、まだ25日移動平均線自体は緩やかに上向きなんですね。で、ここが、今29,442円ということで、320円ぐらいまだ余裕があるということですから、まあ週明けですね。まずは5日移動平均線の上を奪還して、この黄色い線を超える、つまり3万円をもう一度トライしてしっかり抜けるということが上昇するためには絶対条件になります。 逆にそれができずに、まあなんかこのあたりですね、29,500円から3万円の間で、もにょもにょ動くようなことになると、やっぱり5日移動平均線。 の上を維持できないと25日線まで見に行くと、まあ、29,500円ぐらいに、まあ、25日移動平均線これから上がってくるので、まあ、やっぱりこの節目29,500円ぐらいでの攻防にまたなってしまうと。で、モメンタムを見ても引き続き下落ともうゼロラインまで間近というところなので、まあ、やっぱり上値を追うには弱いという形ですね。まずそこはしっかりと見ておくといいと思います。はい、次に一目均衡表なんですけれども こちらは逆にえしっかりと踏ん張ってるという形ですね。こちらは昨日、まあ、あと木曜日の動画でもお伝えをした通り、三役後転になって、まだそれ維持してるんですね。赤い転換線と緑の基準線、こちらは両方とも、木、まあ、金と値は変わらず、どっちも横ばいだったんですね。あの陰線だったんですけれども、まあ、前日比として見れば少しプラスということですから、この赤い転換線の上を維持したまま。ということで、 雲も、まあ、少し雲の上限が切り下がってくる中で、しっかりと雲の上はキープしていますし、地高線の方も、まあ、少し上昇したというところで、まあ、株価は26日前は下落するというトレンドの中で、今の地高線は横ばいでもしっかりと、まあ、上をキープしているというところで、引き続き三役後天の形をキープしているということですから、一目銀行表としてはまずまずの形になっていると。それから MacD を見ても、 引き続き、まあ、ほぼ横ばいに近いんですが、まあ、シグナルとの差ですね、このヒストグラムは少し切り下がってるということで、ちょっと弱くはなってるんですけれど、引き続きゼロラインの上で、シグナルの上を、まあ、MACD が維持できているので、緩やかな上昇をキープしているということですから、一目と MACD からは、まあ、底堅い形というところですね。いきなり急落を心配するような形にはまだなってないということになります。 はい。それではここからはオプションの手口5月切りの方、海外勢合算から見ていきたいと思いますけれども、まずですね、表、今回から少し変えて、左コールの右プットに変えました。で、まあ、ずっとですね、私にノートを書いてる時からあの、左がプットで右コールという形で、まあ、これは、あの、そもそも JPX のデータ開示が最初プットから始まるので、まあ、そこであの集計しやすかったので、左プットでやってたんですけれども、まあ、やはりですね、普通のトレード、オプションのトレードアプリっていうのは、左コール、右プットになって、 って言ってまあこういう形で公式価格に対して出来高が並んでますからあのやっぱり見にくいよっていうお声,がお声を結構いただくようになってですね、まあ、特に YouTube で見ていただく方が増えたことで、まあ、そういうご意見をい,ただいていたのでなのでまあ左コール右プットに5月ぎからえっと変えていこうということにしていますでその上でですねちょっと残高というかですねトレードを見ていきたいと思いますが、まあ、ただ1日だけでしかもこの 残高の方がまだ一切開示されてない、これは来週の月曜日を待たないといけないので、まあ、一旦ちょっとこれをもって、ですね何か言うのは難しいかなと、でコールサイドは、えっと、売りと買いがまあ交互に入ってるので、まあ、なんかこれだけだと特段方向性が見えないと、で、プットの方は 29, 2万9750に114枚とか、まあこの辺も枚数少ないですけどね、ちょっとまあ3桁あるのが唯一ここなので、まあ、そういう意味では ATM から下、ですねちょっとプット買いのがこが9日は多かったのかなという。 ぐらいでですねであらかじめこの緑で塗ってますけれども、おそらく2 9500から3万円というところが来週月曜日、残高が開示されると思います、ここのエリアが開示されるというふうに思うので、この3万円ですね、特にコール3万円というところが、実は、まあ、合算すると、あんまり枚数出てないんですけれど結構大きな動きになってきてますから、ここがきちっと残高、一旦金曜日までのものが出てくるというのは、一ついい情報かなと思っています。 はい。次にゴールドマンですけれども、ゴールドマンは、え特にプットの方は、まあ、ほとんど1桁、2桁なので、まあ、あまりこれを見てもどうしようもないんですが、コールに対しては、コール3万250を403枚買ってきました。ですので、まあ、引きつ、まあ、あの、基本的には、まあ、あの、買いから入ってるので、なんですけれども、コール3万250に400枚の買いを入れてきたというところで、まあまあ、この残高で見た限りでは少し上ですね、ATM よりも上のコールを結構強気に買ってきたと。 いうことになっています。で、このコール3250ですけれども、えっと、まあ、当然買ったゴールドマンの相手ですね。売った相手がいるんですが、それはアムロですね。アムロがここを330枚売ってきているという形で、まあ、ここのコール3250に関しては、ゴールドマンとアムロで売り買いをしたというような形になっています。はい。そしてそのアムロですけれども、まあ、初日から派手に動いてきているという形ですね。 まずもう本当に目立つのはコールの3万円ですね。本当に ATM のすぐ上なんですが、1205枚4月9日売ってきています。ですのでいきなりまあここ1000枚以上のコール3万の売り壁という形になりましたが、まあここ何度もうように今日だけの手口なので、実際ここたくさん買ってたらもう利格をしたということにもなりかねないので、な、ま、ん、あ、とも言えないんですが、 まあただですね、コール3万円に1200枚の売り、さらに先ほどお話をした3万250に対しても330枚の売りという形で ATM の少し上っていうのを1700枚ぐらい1日で売ってきてるんですね。なので、そういう意味ではまあ5月切り、現時点ではあまり上を見ていないよというようなちょっとバランスになってるのかなと。 一方で、プットの方は、そんなにまあ、コールに比べて枚数多くないとはいえ、えっと、4月切りと似たような形ですね。29,500円を下値にするような、まあ、ちょっと売りを入れてきてるということになってます。まあ、2 9 0 0 0円のプットは逆に200枚買ってるんですが、まあ、一旦この29,500近辺に対して、そうですね、800枚ぐらいの売りを入れてきてるという計算になりますから、まあ、1,200枚の売り まあそうですね、ここで1600枚ぐらいの売りと800枚ぐらいの売りを、まあ、結構 ATM の上と下すぐ近いところで挟み込んで売りを立ててき,てきているということで、まあゴールドマンとは逆にまずは売りからですね、アモラはポジションを取ってきているという形になっています。で、えっと、この3万円の えっと、コールですね。ここが1200枚アムロが売ったということで、そうすれば、まあ当然逆に買ったところがあるんですが、買ったところを言うと、えモルガン・スタンレーが731枚、UBS が400枚、メリル・リンチが135枚という形で、まあほぼほぼアムロの1200枚の売りを、まあ買いで吸収しているということになっています。 はい。最後は先物ですね。今日日経平均プラスの0.20%、トピックスはプラスの0.39%。まあ、どちらも小幅高という形ですが、エラージプラスミニ、日経平均型の先物は907枚の売りという形になっています。ただし、まあまあ、ほとんどの各社枚数出てないですね。で、その後ですね、トピックスが2586枚の逆に買い越しです。ですから合算すると1679枚の買い越しに転じているということになっています。 で、個別で見るとですね、えっ、ー、と、今日買ってきたところで言うと、まずゴールドマンですね。ラージプラスミニはほとんど買ってないので、基本的に1300枚ちょっとトピックスの先物を買ってきたということで、まあ、ほんのわずかずつ売り越しだったものが今日大きく買ってきたと。まあ、大きく言っても1300枚なんですが、まあ、ちょっとか、大きく買ってきたというところは注意をしてみておくこと、あの、べきことかなと思います。で、もう一つですね、ここも気になる、クレディ・スイスが今日2000枚買ってきてるんですね。 で、こちらもトピックスの方を1500枚ということで、大きくトピックス側で買ってきたというところなので、まあ、ここが、あの、クレディスイスの場合は、まあ、やっぱり2、3日ですね、4桁で売り買い、どっちかの方向に連続してくると仕掛けてるということになるんですが、まあ、最近はなかなかこう、単発で終わるんですね。この日、600枚売った後3000枚近く。 で、大きく売ってくるのかなと思ったら、もう、水木は本当に小幅。で、金曜日にまあ2000枚買ってきたみたいな形で、まあ、なかなかちょっと連続して、方向性の出る動きにはなってないということなので、まだちょっとなんとも言えないですけれども、週明けですね、クレディ・スイスまた4桁買ってくる、それからゴールドマンも4桁買ってくるみたいな流れになって、 で JP モルガンがちょっと落ち着いてるんですけれど引き続きですね買いを続けているのでまたここも4桁みたいな動きになってくるとちょっと上昇の方をしっかり見ておかないといけないという流れになりますはいそれでは今日の着眼点ですけれども今日は久々にですね金曜日の夜更新ではなくて土曜日に入って更新してますので え前日のですね、週末のニューヨークの結果すべて分かった状態になっているので、ここを踏まえてえ、もう一度週明けの日経平均の動きを見ていこうということが趣旨になっています。はい、そして結果ですね、金曜日も本当に米国市場強かったというところで、まあ、とにかく強い米国なので、まあ最新のチャートを見ておきましょうということと、もう一つですね、 モメンタムにぜひ注目をしてみていただきたいなと。で、今日私の方では、ニューヨークダウト S&P500 を中心にしてますけれど、DJT とかですね、それからナスダックとか、まあ、あとはいろいろエラッセルとかも含めて、あの皆さん個別でですね、米国の方のちょっと指数のチャートで、その時にモメンタムをセットで見ていただくといいかなというふうに思います。はい、来週としてはですね、パウエルさんのまあ議会発言があるのと。 それから週末はアメリカの方でも SQ が来るというところで一、まあ、つずっと上昇基調のところが SQ を節目に相場の転換があるかもしれないというのは収書からちょっとイメージを持っておかないといけないかなというところですねはいそしてチャートですけれどももう一目瞭然ですねモメンタムが逆行してます株価はものすごく強いんですねもう本当にこちらはニューヨークダウンの日足ですけれど もうずっと綺麗に上がっていますし、5MA の上をずっとキープしてるんですね。 なので、もう本当にずっとバンドウォークですね。プラス1シグマだと2シグマの間ですけれども、非常に底堅い。そして金曜日もヒゲのない陽線ですから、本当に強いなという形なんですけれど、一方でモメンタムはですね、昨日下がってるんですね。ここがすごく注意すべきかなと。まあ、高値を超えることも、も株価はずっと高値を超えてるんですけど、モメンタム的には高値を超えてないばかりか、昨日の上げでもモメンタム下落して、このシグナルですね、こちら下抜いてると。 まだゼロラインよりも距離あるので、急落とか、まあなんか弱いということでもないんですが、このチャートの見た目ほどモメンタムは強くないというところはしっかりとイメージをしておく必要があるかなと。で、同じくこちらはニューヨークダウンのボリンジャーバンドなんですけれど、プラス1シグマと2シグマの間でバンドウォークをじりじり続けていて底堅いんですが、実はバンドのプラス2シグマと3シグマもこれ 縮小してきてるんですね。こちらは先ほどのモメンタムと同じで、株価は上昇してるんですけれど、上昇圧力の方は少し弱まってるってことを示唆しています。ですので、まあ、もちろんボリンジャーバンドとしても強い形なんですけれど、このバンドがずっと開いてる状況で上昇しているような形ではなくなってきてるということですね。え週明け、少しでも下げるようなことがあると、また結構バンド幅こうやって縮まってきますから、 思いのほか上昇に強い勢いではないというのはこのボリンジャーバンドからも見て取れますよということになっています。次に S&P500 ですが、こちらもニューヨークダウ以上に強い。これは、えっと、昨日というか木曜日に上げた動画でも確認をしていますが、とにかく S&P の方が強い。金曜日も大きな要請を引いている。しかし、モメンタムはですね、ニューヨークダウ同様、これ下げてるんですね。 で、高値に近いところまで、ニューヨークダウよりも S&P の方が、今回の上昇で直近高値のギリギリ近くまで行ってるんですけれど、高値超えられてないことは確かで、かつ昨日の上昇でもうモメンタムは少し下落方向に向かってきてると。まあ、0ラインでも一段、ニューヨークダウでも高い位置にいるので、まだまだこれで崩れるというわけではないんですが、少しチャートの強さほどモメンタムは強くないという同じような形になってる。それから、木曜日の動画で、 S&P500 に関しては、25日移動平均線との乖離率というところで着目をしていましたけれども、こちらですね、昨日の上昇でまた25日移動平均線の乖離率がこのバンドバンド幅の上限まで来ているというところなので、まあずっと高根県にいますから、一旦この 乖離率を埋めるような形ですね。株価の下落っていうのが起こり得るような状況になりつつあるので、ここもちょっと高値警戒のシグナルが引き続き出ていますよということになります。で、次にビックスですね。えっと、ビックスの方も冒頭にお話をしたように。 16.6まで下がってきていて、こちら、これも木曜日の動画で出したビックスのチャートですね。えっと、最新版ではなくて、その時のものを、そのまんま、貼っつけてますけれども、金曜日、一段と16.6まで下げているので、引き続きこのバンドウォーク、この辺ですね、に来ていると。なので、もう3月の中旬から20日間、ずっと、マイナス1シグマ、2シグマで来ていて、まだまだ楽観になってるということですから、そろそろビックスの、まあ、 跳ね返りりを注意ししななないといいいいととととけうう水準は、昨日のニューヨーヨクも継続しているということになります。最後ですけれども、こちらは、えっと、スキュー指数ですね。まあ、いわゆるブラックスワン指数と言われているもので、実はこのスキュー指数はものすごく下がってるんですね。で、このスキュー指数何かと言いますと、まあ、ブラックスワン、まあ、黒い白鳥ですから、まあ、不吉なんですね。 ということで、えっと、そもそも指数自体は、えっと、ビックス同様ですね、S&P500 のオプションプレミアムから計算されてます。なので、米国のオプションから、まあ、算出をされてると。で、こちらは、まあ、ビックスと違ってですね、何か大きな相場変動があるという時に、比較的数値が高くなると言われてまして、で、145を超えると、まあ、やっぱりちょっと大きな動き。で、大きな動きっていうのは、ほぼほぼ急落のことを指すので、高値圏で、 スキューが145を超えてくると要注意。で、さらにビックスが非常に低水準で動いてる時に株価が高値圏にあって、このスキュー指数が140を超えてくる、145を超えてくるってなると、この3つが揃うと結構な確率で天井をつけて急落ということが起こってるんですね。で、まさに今株価は天井圏、ビックスはものすごく低迷していて、もう1ヶ月近く経つよというところなので、 このスキュー指数が上がってくれば、いよいよ危険だなというところなんですけど、このスキュー指数が全くひ、えっと、低いどころかですね、200日移動平均線も割り込んで、132というまあ非常に低い値になってると。つまり市場が何か起こるんじゃないかなという心配はしていない。ビックスは楽観ということで、 ここが上がってこない以上はもう少しビックスが楽観な状況が続いてもおかしくないのかなという気もします。ですからまあこれら合わせてですね考えるとまとめになりますが米国の指数はとにかく絶好調ですがビックス16台ということでまあ超楽観の相場が継続中と。 ただし見ていただいたように、ニューヨークダウンも S&P500 も、それからまあまあナスダックとか DJT なんかもみんなそうなんですけれど、すべて株価は上がってるんですけれども、モメンタムは低下傾向にあります。つまり株価とモメンタムがダイバージェンスですね。逆行現象になってる。 まあこのパターンは基本的にえ、天井圏で出れば株価下落ですし、底根圏で出れば株価反発のサインですから、やっぱりちょっと注意をしないといけない状況にあるのかなと、で先ほど見ていただいたように、ニューヨークダウン、ボリンジャーバンドも実はバンド幅が少しずつ上の方が縮まってきてるよということで、まあ、やはりですね、あの一旦天井圏示唆っていうのは変わってないのですかなという感じで見ています。 まあ、なかなかですね、えっと、私も売り煽りをするつもりもなく、まあ、自分としてもこれ、どっちに行っていいかわからないんですね。まあ、今、強いので、下手に売るといけないので、まあ、こういう場合はやっぱりロングでついていかないといけないんですが、果たしてここからどこまでついていけるのかというところで、非常に不安な、まあ、今、状況かなと思っています。 で、日経平均も、まあ、何度も何度も3万円のところを試して、どん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 上値切り下げているんですね。で、SQB も3万60円までしか上がらずに、もう跳ね返されて、また3万円を割れというところで、まあ、だんだん3万500円、3万400円、3万100円、3万60円みたいな形で、3万円を抜けてからのチャレンジが、まあ、すぐに跳ね返されているというところが気がかり。というところで、ちょっとこっからは売れないんだけれども、 ここから強気に買うこともできないような今位置かなと思っています。であればですね、まあ、先物ミニを買って、えー、ちょっと離れたコールを売るみたいな、まあ、やっぱりカバード戦略、それから打診系のところで、まあ、じりじりやっていくしかないのかなと。まあ、ちょっと早めのコール、コール売りなんかを入れると、もう一段焼かれる可能性もあるので、ちょっと注意ということと、まあ、あと今日は初日なので、ショートストラングルということで、 初日のアウトストラングル作戦ということを、まあ私の方でもやってるんですが、まああの今見ていただいたように、やはりちょっと天井圏の不安があって、まあ一旦ですね、そこそこの押し目をつける可能性も見ておかないといけないと。そうすると、まあ今ですね、特に、えっと、VI、まあいわ,いわゆるインプライドボラティリティが非常に低い。つまり、 え、オプションのプレミアムが安い状態で、売りっていうのはやっぱり不利なんですよね。安いものを売るのは不利で、安い時は買うべきというところですから、なかなかこう、オプションの売りは難しい、難しくはないですね。ちょっと不利な状態になっている。で、そこで、天井圏を示唆している状況で、プット売りを仕掛けるっていうのは、やはりちょっと厳しいんですね。なので、 まあ、とはいえ、そこから上昇して、プレミアム取りっぱ売れるということもありますから、まあ、上と下両方仕掛けた方がいいなとは思ってますが、プット売りには十分注意をしていただいて、ロスカット設定、もしくはもう早めにですね、安いプットを買ってですね、ちょっとクレジットスプレッドというような形で、あらかじめしっかりとガードをしておいていただくというのがいいのかなというふうに思っています。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日の動画も役に立ったぞというところがあれば、ぜひグッドボタンを。 そして毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均考察をしておりますのでよろしければぜひチャンネル登録の方お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね